スキャンプはアメリカ海軍の潜水艦、スキップジャック級原子力潜水艦の一隻。艦名は旗の一種スキャンプグルーパーにちなむ。その名を持つ艦としてはガトー級潜水艦66番艦以来2隻目。スキャンプは1959年1月23日にカリフォルニア州バレーホノメア,アイランド海軍造船所で寄港した。1960年10月8日に ボリングスワース夫人によって、命名、浸水し、1961年6月5日に、艦長、WND 突然中佐の指揮下収益する。スキャンプは収益後の4ヶ月間を艦隊と共に、ワシントン州ブレマートン、カリフォルニア州サンディエゴ、真珠湾において大焼け身及び訓練演習に、費やした。その後バレー法に帰還し、メアアイランド海軍造船所で成長後の、 信頼性試験を受ける。最終講務を終えて、メアアイランドを出港し、サンディエゴ海域での作戦活動に入る。1962年4月に、西太平洋配備となり、サンディエゴには7月に帰還した。その後9月まで沿岸で活動し、拡張訓練巡行に出港する。サンディエゴに帰還すると、再び沿岸での活動に入り、1963年2月に、 メアアイランド海軍造船所のカンドックに入居した。作業は3月に完了し、4月に再び西太平洋配備となる。極東でスキャンプは拡張高度訓練を行い、その中には沖縄での活動も含まれた。1963年10月にサンディエゴ湾に入港し、1964年6月までサンディエゴ海域での活動に従事する。 その後再び西へ向かい、高度速を訓練を行う。スキャンプは1964年9月にサンディエゴに帰還した。スキャンプは広範囲回収のため1965年1月にメアアイランド海軍造船所に入居した。サブセフ回収及びオーバーホール後の1966年6月にスキャンプはメアアイランドを出港し、サンディエゴ海域での訓練巡航を再開した。 11月、ピュージェットサウンドの北方に向かい、1ヶ月の作戦活動後12月にサンディエゴに帰還する。1967年の前半はサンディエゴ沖での活動に従事し、6月28日にサンディエゴを出港、西太平洋において第7艦隊と合流した。極東でスキャンプはベトナムの海岸沿いに艦隊作戦活動に参加し、 1967年12月28日にサンディエゴに帰還した。スキャンプは1968年1月から5月までサンディエゴ沿岸で作戦活動に従事した。5月11日に真珠湾に到着し、拡張訓練巡行を行う。5月19日にサンディエゴに帰還6月15日まで泊まり、その後サンフランシスコに向かいメアイランド。 海軍造船所で3週間の有効性試験が行われた。7月16日にサンディエゴに戻り、年末まで様々な演習及び訓練巡行を行った。スキャンプは1969年を通してアメリカ本土での任務に従事した。訓練巡行と港での停泊を繰り返し、3月初めにサンディエゴ海域でオーバーホール前の試験を行う。 演習への参加とオーバーホール前の準備を続け、11月1日にピュージェットサウンド会群像選所に入居した。その間、ブレマートンが新たな母校となる。オーバーホールは1970年を通して行われ、1971年1月に完了した。ピュージェットサウンドでオーバーホール後の会場講義を行い、1971年2月12日に、 再びサンディエゴが母校と指定される。しかしながら、真珠湾への巡航の後4月16日にようやくサンディエゴに入港した。スキャンプは8月2日から13日まで真珠湾に停泊し、その後スービック海軍基地に向かい8月30日に到着した。スキャンプは10月8日と9日を除く1971年の大半を第七艦隊ともに極東水域及び、 ベトナム沿岸で活動した。スキャンプは1972年2月2日にサンディエゴへ帰還するが、東南アジアでの緊張が高まると、5月に再び第7艦隊配備となる。同年の夏の大半を南シナ海で過ごし、8月1日にサンディエゴに帰還した。到着後2ヶ月間の休養が与えられ、続いて、 ピュージェットサウンド海軍造船所で1ヶ月間の信頼性試験を行う。11月28日にピュージェットサウンドを出港し、並走システムの試験を行った後12月11日にサンディエゴに帰還し、その年の残りを過ごす。スキャンプはサンディエゴの沖合で活動し、1973年3月29日に西太平洋での配備に向けて出港する。 4月5日から10日まで、真珠湾に停泊し、続いて、横須賀に向かう。4月23日に、日本に到着し、9月1日まで、第7艦隊と共に、作戦活動20時、その後グアムから、真珠湾に向かった。9月10日から15日まで、真珠湾に停泊し、9月21日に、サンディエゴに到着した。11月1日まで維持調整期間となり、 その後はサンディエゴ沿岸での活動を再開した。スキャンプは1988年4月28日に退役同日除籍された。船体は原子力艦再利用プログラムに従ってワシントン州ブレマートンで1990年に解体が始められ、1994年9月9日に解体が完了した。スキャンプは ベトナム戦争の先行で3個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。